まあ、あまりとこなめ実は苦手だってちょっとお話しされてて、はい、なんか苦手なもちろんジョーは他にもあるんだろうと思うんですけども、対策とかっていうのはなんか今回食べたりとかっていうのはあるんですか？なんで家は特に対策という対策はないですけど、はい、まあ、ちょっと暖かい時期のプロペラの調子が良くなかったんで、はい、まあ、気温も多分ちょっと落ちてきてるとは思うんで、はい、まあ、いいところを探しながらプロペラだけになると思います。はい、暖かいところ、暖かい時期っていうのはなんか特筆とか、まあ、年間、まあ、去年とか一昨年を振り返ってもちょっと苦手意識はありますね。あ、なるほど、はい、じゃあまあ涼しくなってきたし、うん、そうですね、うん、まあ、ここら辺で切り替えていきたいとは思いますけど、うん、ちょっとまた台風接近するんでね。そうですね、まあ、その辺も加味しながら、はい、しっかりやっていきたいです。ちなみに水、まあ、中心だったらですけど、水面悪化した時っていうのは桐生さんは得意不得意っていうのは、あ、まあ、その時の風次第だとは思うんですけど、うん、まあ、苦手ではないですね、水面荒れてても、はい、まあ、カット割れる状況多いですから、多分ある程度走りになっているところも、んー、いや、なんとも言えないですけど、はい、まあ、はい、頑張ります、はい、はい、まあ、でもドリーム1号でですので、はい、はい、まあ、しっかり、ね、ね、まあ、本命馬として、はい、あれですから、まあ、しっかり走ります、はい、はい、今日、まあ、まあ、いっそいっそ、はい、はい、はい、まあ、レース盛り上げることができればいいかなと思いますけど、お客さんに見せる、まあ、そうですね、はい、はあ、そう思います。わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、二日酔いは大丈夫？はい、お好みはでも割と相性がいい方だと思うんですけども、どうですかね。まあ、普通だと思います。普通ですか、はい、まあ、ね、優勝もありますし、はい、近況でもまあ、ちょっとこの間の最後がちょっと残念でしたけど、はい、基本的にはなんか、そうですね、1年間いい感じで、ですね、はい、発展処理ですしね、近況もね、はい、取れてます、はい、調整なんかも、なんていうか、うまくいってますか？そうですね、はい、うん、目標は？目標は、まあ優勝したいですけど、まあ、あんまりまあ、いつも通り、いつも通り、はい、できたらいいのかなと思うんですけど、まあ、でもいつも通りのレベルが高いですから、まあ、いつも通りやれば、はい、はい、優勝までいけるんじゃないかなと思ってますけど、はい、なんかでも、なんか岡崎さんなんかだいぶなんか先輩的ななんか、まあ、もう、そうですね、一番上になったんで、はい、はい、ね、はい、いや、先輩のちょっと格上の、まあ、そうですね、はい、はい、意地を、はい、圧倒的に見せていただいて、はい、勝ちたいです。はい、わかりました、はい、とこらめでもあんまり正直走ってないっていうか、そんな走ってないんであんまりイメージとかそこまでないんですけど、はい、はい、まあ、悪いイメージも逆に言えばそうですね、はい、うん、女子王座の前に伺った時に、はい、まあ、夏場はちょっと苦手なんですよって毎年お話されてて、はい、まあ、だいぶ涼しくなってきましたし、はい、まあ、そもそも女子王座もね、入室もされましたし、はい、ちょっと今年は違うかなっていう気もするんですけども、いやー、そんなことないです。そんな変わらず、わからないです。夏は、ですか、はい、暑いと、でもまあだいぶ涼しくなってきましたんで、はい、そうですね、まあ、涼しくなれば遠藤さんの季節ということで、いや、季節の変わり目も苦手なんで、つかみ切るまではちょっとやっぱり難しいですけど、はい、はい、まあ、でもやっぱりドリームに選ばれましたし、そうですね、はい、はい、目標は優勝を目指して頑張ります、はい、はい。